チェターラは、イタリア共和国カンパニア州サレルノ県にある、人口約2100人の基礎自治体。アマルフィ海岸に面した漁業の町で、コラトゥーラディアリーチリチェターラと呼ばれる漁場が、特産品である。サレルノ県北西部のアマルフィ海岸に位置する町で、サレルノとアマルフィの中間にあたる。県とサレルノから、西南西へ約7トル、アマルフィから東へ約8トル。 州とナポリから南東へ約4 3トルの距離にある。南東にサレルノ湾に面し、背後にはソレント半島の赤稜をなす、ラッターリ山脈の急峻な山並みが迫る。町域の最高峰は、モンティ・デ・マニオである。隣接コムーネ・チェターラでは、カタクチイワシの内臓を発酵させて加工した魚醤の一種、コラトゥーラが生産されており、地名を冠した、 コラトゥーラ・ディア・リーチ・リ・チェターラなの,ので特産品となっている。これは古代ローマ時代に広く使われた調味料、ガルムの流れを組むものである。ガルムの製法はローマ帝国崩壊後に捨てれてしまっており、チェターラで生産されるコラトゥーラはヨーロッパに残った珍しい魚匠となっている。ありがとうございます。